連合軍は対戦に備え孫吾と北条の軍を進発させた。そんな中、孫権と北条氏康は攻略の足場を築こうとするが、敵勢に取り囲まれ孤立してしまう。それを聞いた孫昌公と早川殿は、愛する父の危機を救うため彼らの元へ急ぐのだった。見えたわ、父様たちの軍はあそこよ。急いで合流しましょう。でも周りにはあんなに敵が、どうやって近づけば。恐れることはない、皆で力を合わせれば突破できよう。霊気、父の力になりたい、その思いはよくわかる。私にも手伝わせてくれ。ありがとう霊気。お父様たちはいつも私たちを守ってくれた。今度は私たちが助ける番ね。お父様たちは向こうで孤立しているわ。急いで合流しましょう。待ってて父様、絶対助けるから。救援が遅れてはお父様たちが危険。私たちに行くのでどうか耐えていて。他にも孤立している仲間がいるようだ。みんな行きます。金の味方を救援しつつ合流を目指すぞ。将校たちがこちらへ向かっているらしい。金のただ中を突っ切ろうとは、あのジャジャウマめ。たく無茶しやがる。俺らも敵かき分けて進んどくか。ねえ、このままでは近くに味方はいないのか。鬼が出るぞ。レンネ、戦場中央の崖上に翼を持った怪物が出現。崖下では味方部隊が敵に囲まれ窮地にあります。健康に敵、あの翼野郎ずっとあそこに留まってやがる。さては下にいる俺らの仲間を攻撃してんのか。味方の救出と怪物の討伐を一時にやらねば。これ以上兵を分けるのは危険な賭けとなる。崖は北の方、きっとお父様たちがどうにかしてくれるはず。私たちは崖の下にいる仲間を救援しましょう。お前たち、窮地をよくぞしのいだ。これよりは我らも共に進もう。おお、それはありがたい。命拾いしましたぞ。お前の活躍目覚ましいな。共に戦えること嬉しく思うぞ。お父様大丈夫かしら。大丈夫よ、私たちのお父様だもの。そうでしょ。シーズン、あがくない。よく磨かれた鋭い牙よ。正直ここまでとは思わなかったぞ。私のは許しません。ただまっすぐ。なんという異色。予想以上の腕よ。戦ってください。なの。周りの敵はやっつけたわ。これで進めるわね。鬼の剣術。ざって怪物は片付いた。あとは残った奴らを蹴散らすだけだが。砲撃が止まったわ。お父様たちが倒してくれたのね。お父様たちがこれだけで終わるはずないわ。崖の下に敵を集めるのよ。父様たちに蹴散らしてもらいましょう。わかった。ならば砦にこもる敵を挑発しおびき出してやろう。妖魔とは戦もできぬ臆病者の集まりなのか。
所詮は化け物、我らの敵ではないな。人間の分際で生意気な。俺様がぺしゃんこにしてやる。よし、動いたな。ここは下がり、敵を引きつけるぞ。お膳立てしてくれるのは、このまさかだろうな。俺たちの動きを読むとは、成長したのだ。父上、お見事でございます。将校、怪我はないか。それはこっちのセリフよ。さあ、早く戻りましょう。きっとみんなも心配しているわ。ちょっと、帰るのはまだ早いわよ。面白くなるのはこれからなんだから。愉快な仲間たち、こっちも連れてきてあげたわよ。それじゃあ皆さん、挟み撃ち開始。片っ端から撃っちゃるしかねえな。さあ、どっちからやる。怪物もあれだけ数が多いと厄介だ。まずはダッキーを倒すとしよう。敵将は撃ち取ったぞ。怪物の群れがそこまで迫っている。戦いは避けられない。父と子が苦難を超えて再会を果たしたのだ。戦のために今一度離れ離れになることもあるまい。ここは私が一人で食い止める。お前たちはその隙にダッキを撃ってくれ。一緒に戦ってください。ああ、できない。私は行くわ。尊敬、将校、ダッキーは任せたぜ。ウジヤス様、二人をお願い。ダッキーは私たちも必ず倒すわ。頼もしくなったな、将校。行くぞ。虎の力、見せてやろう。さすがですね。私も勇気が湧いてきます。あら、私の方に来ちゃうなんて。ウジヤスさんたちは放っておいていいの？今頃獅子は怪物を食らっているだろうか。お前たちはなぜ戻ってきたのだ。仲間は家族も当然。大事な家族を一人にはできないわ。仲間は家族。そうだったな。どうやら私は大切なことを忘れていたようだ。よく磨かれた鋭い牙よ。正直ここまでとは思わなかったぞ。天下無双の名、てめえがもらっときな。お前の活躍目覚ましいな。共に戦えること嬉しく思うぞ。さすがですね。私も勇気が湧いてきます。お父様、ご無事。
前もな。それにしても鋭い読みだったぞ。互いが互いの無事を喜ぶ。これが家族の絆か。父上の喜ぶ姿など見たことがない。あるいは内心怪物はすべて私が退けたぞ。これより将校たちに合流する。ここにぶちのめすぞ。そうしました。奮戦あっての勝利だな。みんなで力を合わせたからこそ勝てたのね。そう、これこそ仲間の絆の勝利よね。無事トーサムたちを助けられてよかった。それにレイキとも前より仲良くなれた気がするし。そうだろうか。ね、帰ったら3人でお茶しない？カイが作ったお菓子があるの。本人は失敗作だって言うけど、とても美味しいのよ。私もいいのか？もちろんよ。レイキのお父様の話聞かせてほしいな。やれやれ、娘に助けられる日が来るとはな。おしめ変えてやったのが昨日のような気がすら。将校もいつの間にか立派な虎となっていたのだな。この成長は早いものだ。
そろそろお互い子守も終わりってことか。たく、それはそれで寂しいじゃねえか。やりました。ほう、いいぞ。このまま勝ちの波に乗るぞ。